よいしょ。ジャンプ！ビートナイトです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、これ今、ここに持ってきたんですけども、こちら、何かと申しますと、大型のテントでございます。昨年いろんなことを経まして私結婚させていただいたんですけども、まあ結婚前から妻から泊まりのキャンプに連れてってほしいとずっとずっと言われておりましたが、まあ僕自体がソロキャンプ用のテントしか持っていなかったので、まあずっと泊まりのキャンプに連れて行くことができずに、デイキャンプかまあ車中泊して連れて行くことしかできなかったんですね。まあ結婚もしましたし、まあこれから夫婦でキャンプもしていきたいということになって、まああの約2ヶ月ほど前からですね、テントを探しておりました。テントを探していく中で、まあ実際物を見てみないとわからないということで、まあいろいろ店舗に行っていろんなテントを見ていきました。まあその中で妻が一目惚れしたテントがございまして、まあそれがあの北欧デンマーク生まれのノルディスク、それもですね、まああの昨年限定発売されたレイサー6レガシーでございました。はい、まあそこで店員さんの話を聞きながら、まあもちろん機能も含めてなんですけども、やっぱりデザインですね、それに惚れ込んでしまいまして、まあ僕自体もすごくねかっこいいなと思っていたんですが、ただお値段がねこれ高いんですよ、めちゃめちゃ。はい、まあなので、まあもちろんその場では買えなかったので、まあ一旦家に帰って落ち着こうぜと、落ち着いて一回考えようということで家に帰ってきたんですけども、やっぱりもう一目惚れしてしまったこともあって、まあずっとノルディスクが欲しいと、まあまたね家に帰って他のテントも探してみたんですけども、やっぱりノルディスクのレガシーが欲しいとね、つぶやいておりまして、まあ昨年のクリスマスプレゼントっていうのがね、まあ大したものをねプレゼントできなかったのもあって、僕自身が去年後半からまあ人生史上一番忙しかったんじゃないかってぐらい、まあ仕事をしてたんですよ。まあ自分へのご褒美と妻へのプレゼントもね合わせてこちら購入しました。まあ2ヶ月経って欲しかったので、本当にね欲しかったんだなと思います。まあただこのタイミングで買うとは全く思ってませんでした。まあ今回の動画はこのノルディスクのテントを購入する、はい、動画でございます。それではご覧ください、どうぞ。本日の動画なんですけども、実は先日一緒にご飯を食べに行って、まあ僕動画にしてないんですけど、とのぶくんというね方がいらっしゃるんですが、その子とデイキャンプに行く予定だったんですが、本日あいにくの雨でございまして予定変更でございます。キャンプ用品なんかはね見に行きたいと思います。愛知県は春日井にアルペンのねアウトドア専門店があるので、そこに行って何かねいいものがあったら購入していきたいと思います。それでは今からのぶくんを迎えに行きます。あ、どうも。どうも。いらっしゃいました。いきなり回したけど。今、名前何でやってる？ノブでやってます。ノブでやってます。はい。YouTube チャンネル、ノル。ノル。YouTube チャンネル、ノブさんでやってます。よろしくお願いします。以前、お食事にね、一緒に我々行きまして、仲良くなったんで、今日は、デイキャンプ行きましょう。ムテさん。はいはい。そうなんです。デイキャンプの予定だったんだけど、今日は、愛知県が代表するアルペンさんのね、春日井にある、アウトドア専門のところに行ってアウトドア用品をね見に行こうかなと思います。なんか欲しいもある？欲しいもの言い出したら消えないですけどね。まあまあまあ確かに、今ちょっと気になってるものが2点あるので、ちょっとそれを見つけて、それはもう行ってからのお楽しみですね。そう、はい、はい、のぶくん着きました。着きましたね。今日はなんて言った？なんかテーマさっき言って俺は爆笑したけど、はい、2020年、ね、欲しいキャンプ道具、はい、探したいんやけど。なんだ。2020年。ごめん、はい、どうぞ。はい。2020年。はい。欲しいキャンプ道具。はい。探しに行きたいと思います。イェーイ！お願いします。じゃあ、アルペンさん、着きまして、一応取材許可も取ってるので、行きましょうか。行きましょう。なんか、さ、買い物でしょ？これですか？何しに来たの今日。あ、こんなの持ってきてますね。気合の入り方が全然違うね。どういうこと？アルペンさんのプロモーションかなんかの撮影ですか？それも込みで。込みだよね。
まず先に小物関係から見ていきましょう。小物関係水筒とか水筒欲しいと思ってた。ちょうどちょうど水筒欲しいと思ってたんで。これ水筒、水筒とかマグカップ類ですね。タンブラー的な感じだよね。そう水筒とかじゃないけど、水筒は水筒の引き出しすごいあんまりないんですけど俺でもステッカー欲しいわ。車が納車されたんでね。大丈夫、どうした大丈夫か、なんか見失ってないかな。大丈夫かな。はいはい。スタンレーとかすごい有名ですもんね。これか、買う？え、だってこれさ、そのままガスにもかけられたでしょ。そうです、そうです。いいな、これチェア。何チェアって。椅子英語できたからキャンピングチェアね。今何使ってるの。今僕、普通にコールマンのやつ使ってるんですよ。内藤さん、今何使ってるの。今ヘリノックス。ヘリノックスいいよ、あの軽いしね。いやいや、いいって言う。座って、まずそう、写真、映像じゃないからじゃあヘリノックスで。ヘリノックスでどれにする。どれにする。いや、企画が変わってくる。企画がどれにする。買わせるのかな。これが気になるんですよね。これ何ですか。焚き火台ですよね。焚き火台、ユニフレームさんで焚き火台。これめっちゃ気になってんだよね。これは何に使うの。熱々おでんです。熱々おでんです、はい、時期限られるけど。そうこれが7000円で、これが17,500円。25,000円。嫁さんに言おう。相談ですね。 LINE してみます、はい、すぐに、はい、次は照明関係、はい、やっぱランタンとかって、うん、キャンプの時すごく大事になりますね。大事ですよね。これがノブ君使ってるやつ。使ってる。かっこいいね。オイルランタンもいいんですけどね。これ1個持ってる、オイルランタン。これはやっぱロマンですよ。男のロマンですから。はい、はい、テントきまして、ちょっと僕これがね今気になってるんですよね。ちなみに価格が税抜きで35万でございます。いやでもこれ妻が欲しがってるんでね。おしゃれですね。ノリスケやっぱかっこいいと思う。かっこいい、うん、これは欲しいです。でも売ってるのかな。聞いてみますか。ちょっと変な流れにならない。大丈夫。欲しいか欲しくないか。そういうことなんです。そういうことなんです。これ100個限定なんですか。100分の1になれます。今聞いたら限定全国で100個しかないみたいですね。いやちょっと今見せてもらえるみたいなんで。企画変わってない。変わりますね。2020年内藤テントを買う。おい、企画変わってるやないか。すいません、ありがとうございます。これは巻くとポール。噂の霊らしいですね。いや、噂の霊らしい。ラスイチですね。ラスイチですか。いや、現物見てそれに泊まりたいですね。35万に泊まらせてください、内藤さん。そうです、僕見たんですよ。妻が、これいいじゃんって言ったんですけど。いや奥さんの感性やっぱ素晴らしいですね。ちょっと聞いてみる。聞いてみるちょっと聞いてみます。あ、もしもし。うん、どうした。ちょっと相談なんですけど。うん、どうした。ノルディスクのテント買う。ラスイチちょっと買わせていただきたいんですけど、いいですか。ぜひよろしくお願いします。いいですか。カード切れるかどうかわかんないけど。限度額上げてもらいます。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。はい、内藤さん、もしかして OK が出たの。 OK 出たんで、ちょっと待ってね。長木さん、すいません、いただきます。ラスイチですけど、内藤さん、僕もテントが欲しいすごい。俺すごい現場に立ち会えることができました。企画変わってるじゃない。来月以降痩せていくかもしれません。僕コメントします。痩せてません。すいません、中浜さんです。はい、遠目でごめんなさい。キヨって見えてしまいました。中浜さん、はい、後ほどお支払いに行きましたので、はいはい、お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。キャンプ好きの方は愛知県にいらっしゃったらぜひアルペン春日井店ですね、はい、いらっしゃってください。いろんなキャンプ用品が豊富に揃っております。ありがとうございます。はい、そんなわけで、ノルディスクレガシーお願いして今用意してもらってるんですけども、じゃあ
ノブ俺はもう取れ高十分だからノブもうテント何あれでしょスノーピーク持ってるんですよ持ってますじゃあコットンテントそうですよ中一回見よ中見てから考えよいやいいよこれノルディスクとヘリノックスのこれいいねこれいいですねあどうぞ首まであるんですよ俺もないからな俺でも一人で立てれるんだよねきっとあそうそうそうあじゃあいいじゃん一人で行ってそのソロでこれノルディスク決まったテントはあれですねじゃあもう内藤さんがこれだなって思うやつを僕買いますよ、はい、あの35万からするとだいぶお安いいやいいじゃんノブこれちょっと価格的にはこのえ価格じゃないから機能だからあ仕事頑張ろう一応聞くけどそんな山登るマイナス25度ちょっと実際一番使うのこの辺だまあじゃあもうこれにしといたらキャノンカメラカメラやりなさいだしまあいいじゃんでかいなでかいねでかいねでかいもビッグですか84,000円84,000円じゃあそれで行きましょっかどれになったの長いからこの下り長いです長いからこれです何がの いくらなの7万です。最強です僕は内藤さんに任すのが悪かったですね。そうですいっぱいいいものなんで、ね、いいものはそれだけいいものなんで、はい、ぜひあのチャンネル登録してもらってはい、はい応援してください長谷川さんもしてくれるって言うからみんな美人な人が、はい、チャンネル登録してもらえたらもう買えますすぐ買えますね、はいはい、ありがとうございます NA 保証なので永久保証なんですすごいそんな保証ついてる、ね、その分の金額もあるのであなるほどでもメイドインジャパンなのでさすがだな、はい、破れたりとかしても直してくれますありがとうございます。ありがとうございます。ガツ分割。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、じゃあまあ帰るか。帰りましょうか。支払わず、まああれはあれでまあ買った手でいいんじゃないか。ダメか。ダメか。あこのこんな僕買い物しないです。支払いが。内藤さん名前でいいですか？いいけどまあでも身の丈に合ってます身の丈に、まだ合ってないですけど、ね、いや合ってるでしょう、ね、7万円出せないすいません、お預かりします。あんま見たことないですね。あんまりないね。もう後戻りできませんけど大丈夫ですか？まだ戻せます。点画面の確認お願いします。少々お待ちください。何撮ってんだよ何撮ってんだよ。それでキャンプ楽しみだな。絶対来いよ絶対行きます。絶対来いよ。大丈夫です。そっちもお二人です。あ、すいませんでは。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせしました。すいません。おい、買って待ったやないか。あんな風に店員さんがプレゼンしてくれるから、うん、買っちゃったじゃないの。というよりも、まず俺はノブに言いたいことがある。企画変わっとるやないか。なんでしたっけ今回の企画は。2020年キャンプ用品で欲しいものでしょ。やっぱ買ったね。2020年発売ですねこれ。名前変えろよ。絶対名前変えろよ。いやでも、はい、あのいい買い物したと思うので。いや本当ですね。設営するとき、はい、絶対来いよ。一人じゃ立てられないから、はい、来てあの南下のネブルで寝ます。あ、そうしよう、そうしよう。いや、ノブ君、今回は誘ってくれてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。今、チャンネル名がノブ。ノブで。やってるんで、ぜひ、チャンネルチェックしてみてください。ぜひ。はい。キャンプ系だったり、いろいろ上げてますので。はい、了解です。はい、はい、そんなわけで、いかがだったでしょうか。なんかもう、動画ではね、こう、豪快にポーンってなんか買っちゃってる感じしてるんですけども、内心、冷や汗が止まりませんでした。まあ、ただね、まあ、妻が欲しがっていたものなので、まあ、僕自身も、まあ、テントだったらこれかなと思っていたので、はい、購入いたしました。10歳ぐらいのぶくんって年下なんですけども、彼が7万7000円の寝袋を買うって言い始めたんでね、年上の僕がねいいところ見せないといけないなと思って完全に見栄を張ってしまいまして、はい、このタイミングで購入するという形になりました。はい、まあ家にねこうやって持って帰ってきて妻に見せたらね大喜びしてくれたのでね、まああのその喜んだ顔を見てまあ買ってよかったなと思っております。今までの人生で店頭で購入したものの中では一番高い買い物だったと思います。はい、まあさすがにねビビりましたね。まあまたどこかの機会でまあノブくんと一緒にこちらのテントをね設営しに行きたいと思います。はい、本日の動画は以上でございます。この度もご視聴ありがとうございます。はい、Twitter
インスタグラムやってますんでね、気軽にフォローしてください。はい、そしてこちらですね、チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。本日一緒にね、買い物行ったのぶくんのチャンネルもね、ぜひ見てみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。ボーイ。